ちょっと挑戦はしたいと思いますけど、まあこれもね、下手すら遺言になっちゃうかもしれないからやだな、こんな遺言。いや、生き残ります、生き残りますけど、わかりません、この後どうなるか。それでは皆さん、さよなら、さよなら、さよなら。いやー、なんか予想通りというか、予想以上というか、予想のさらに斜め下を行くというか、まあなんつうか、椅子があるだけマシかね、広々としたなんでここにこんな椅子があるのかなと思ったら、要は出発時間まで時間を押すとここしかないってことなんですよ。成田空港が懐かしいですね。成田空港は良かったよ。日本は良かった。やりたい放題だった。ここで5時間は厳しいよ。机もないし電源もないんだからさ。こんなとこでビジョンプロとか見てらんないしね。どうすんだよこれ。もちろん酒もないし。酒類持ち込んでたら鞭打ち刑ですからね。死刑ですよ、ほぼ宇宙地形って。サバイブします、サバイブしたいと思います。いやー、もう5時間めっちゃただロビーで座って漫画も読めないんであんまりなまあ5時間ただカウチに座って音楽聴いたり保存した YouTube 見たり、もうネットも繋がんないんで、 Wi-Fi もないし、このスマートフォンも電池がないからバッテリーもう命綱みたいなもんだし、寝るわけにもいかないし、5時間ずっと耐えました。耐えた結果、こう一応エジプションエアのね、一応スターアライアンス書いてあるでしょ、はい、見てください、誰もいない。7時10分です、もう誰もいない、さすがでございます、想像絶する。お、この人はジプソンの人かな、違うかな、またスルーされてしまった。スルー、完全スルーです。もう本当、もう何を信じていいのか、なその信用とは何か、勉強になりますね、本当に勉強になる。まあいろんなことを、いろいろ考えることある。例えば、確かに僕は無計画でした。知らなかったし。でもさ、あれなのよ。一応ここってこうサウジアラビアっていう国が威信をかけて作った大空港じゃねえの？こんな目に遭うなんて予想できない。もうちょっとその時間潰す場所が、でも待て待て、もっとひどいっていうこともあるかもしれない。頑張ってここかもしれない。いや、学び多いよね。ただこれ、この動画公開できないですね。一般的には、ちょっと。これ本当にいつ終わるんだろう、このエンドレスゲーム。マジで。スターアライアンスの文字が悲しいわ、マジで。どうすりゃいいんだ、これ。とにかく、ここに伝ってりゃいいのか。チェックインって書いてあるけど、チェックイン誰もしてくんないしな。お、なんか、スーツっぽい人が来た。けど、素通り。素通りですね。僕のいるところは素通りしました。何なんだろうな、この写真。なんか、やるわ。うん。急に。このなんか現代的なものが。食べ物。サラダ、一通りある。ツナサンド、なぜツナサンド？
チキンサンド。思ったより随分いいとこだね。ここはだいぶ。あ、そしてこれ水か。命の水。だいぶ快適ですね、席。ちょっと待ってみる。コーンフレークはあるのに、牛乳がないってことは。牛乳ないよ。よかった。なるほど。すごいね。今回こそダメかと思ったけど、なんとかプライオリティパスのラウンジに入れました。そしてわざわざプライオリティパスに入会したのに、ビジネスクラスだったら別にいらないと言われ、まあでも結構いいラウンジみたいですね。いや疲れたわマジで。何しろここ何が素晴らしいか見てください。電源があります。今回ね、今回まさにこういう時こそ今回買ってきたの。こいつが、こいつが役立ってた。